大崎地域広域行政事務組合は、宮城県大崎市、上郡上町、鹿間町、東田郡枠屋町、三里町の一市四町で構成する一部事務組合。大崎地域広域市町村県計画の策定及び、計画に基づく事業の実施に関すること、一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関すること、一般廃棄物の収集運搬に関する、 こと消防事務に関すること液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の内液化石油ガス設備工事特定液化石油ガス設備工事事業の届出受理立ち入り検査等に関すること火薬類取締法の内火薬類の製造販売貯蔵廃棄譲り受け譲渡消費輸入の許可等に関することを先障害 学習センターの設置及び管理運営に関すること、福祉型児童発達支援センター、ホナミ園の設置及び管理運営に関すること、仮想場の設置及び管理運営に関すること、地方、拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づく基本計画の策定、地域振興事業計画に掲げる事業の実施に、 関すること2019年4月現在、出展、2019年10月1日現在2019年4月1日、現在2019年4月1日、現在2019年4月1日、現在大崎地域広域行政事務、組合消防本部は、宮城県大崎市、上郡、東田郡を管轄する、消防部局、2019年4月1日現在、ありがとうございます。